カラトーク急に始まりました。ごめんなさい、始まりました、アラトーク。さあ今回マジなんですか、うるさいうるさい、周りがうるさいんですけども、今回はですね、久しぶりにアラトークが始まったんですけども、ここマジで回してるし、なんすか、あなた誰ですか。はい、 JTO というプロレス団体のケンスケです。その隣のあなた誰ですか。僕はアルコール大好き MC 水星です。やばい。そしてここじゃ、あの見た目悪そうだけど悪くないニコです。よろしくお願いします。そう、今日はね、あのニコさんのこの、バグスキッチン、そうですね、で、船橋にありますね、バグスキッチンでお届けしています。はい、今回のアラトークということで、今回あの興奮しちゃったんですよ僕。あのもう酔ってるんですけども、ね、興奮しちゃって、もうこれはね、どうせだったらラジオにしちゃおうと。なるほど。始まったんですけども、そういう始まり方もあるんですね。もうね、今の時代そうなんですよ。そう、もう普通に淡々と始めまして、どうもなんとかです、なんとかです、まず最初に告知があるんですけども、飛ばす、どうでもいいです。このリアル感が視聴者が求めてる。たまにこうインスタグラムとかで流れる、そのこうスワイプした時にこうラジオみたいな流れた時に、確かになんかこうイメージはなんか語ってて、音楽もなしみたいな、うん、はいはいはい、くだらないな、この間オムライス食べたんだよね、そうみたいな、なんかそういう、そうでもくだらないのに聞いちゃうみたいな。素晴らしい、そこなんですよね、罠が。くだらない、何なのオムライス、あ、僕オムライス食べてたな、何そのオムライス、どこにあるんだろう、それを聞きたがって最初入るんですよ。俺じゃあ引っかかっちゃってるんですね。引っかかってますね。そんな引っかかってるバーのオーナーさん、ニコズキッチン、ニコズキッチン、名前変わった、店の名前変わった、本名になっちゃった、ニコズキッチンのニコさん。はい、やっぱなんかニコズキッチンのニコさん、今日なんかあるんですか。いや、なんか質問があるということで。いや、質問ありますよ、もうそれはもう質問しかないですよ。いろいろ聞きたいことありますよね。あるし、その一つはやっぱこう、アラさんって、はい、こうやっぱダンスの先輩でもある、はいはいはい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、今ちょっと若干、いや全然全然です、座ってください、はい、そうですか、全然大丈夫です、全然全然、今ラジオの収録みたいな感じでやってます。そうですね、気にしないでください。初めトイレ行っていいですか。はい、トイレは使ってなんぼ。ザ・リアル、ザ・リアル、これがリアルです。営業中です。そうです。ということで、はい、アラトーク今回もありがとうございました。怖い。内容がない。次はその質問の続き、その続きということで、今回はありがとうございました。誰でしたか。全然わかんない。何もやってないから名乗らねえ。もうニコです。ニコさん、船橋にありますバグズキッチン、皆さん来てください。ありがとうございました。この続きは次回でーす。タコス美味しいよ、タコス美味しいよ。2週間後かな、多分。ありがとうございます。休みがあれば、休みがあれば。はい。